森山さんの一つの漫画家としての大きな特色は漫画を読んでこなかった人の漫画に何の興味もないっていう作家なんですねで僕自身も編集者として会社に入るまで「少年ジャンプ」って雑誌があることを知らなかったし漫画を読んだことがなかった漫画を読んだことがない編集者と漫画を興味がない漫画家が出会うとどういうことになるかっていうと それまでの漫画にとらわれない形で漫画を作るってことになるわけですね。そうすると何があるかっていうとそれまでの漫画にとらわれないんで自由に漫画を作ることができる。で彼の漫画ってのはそういう意味で言うと全く新しい。で一言で言うと彼ってやっぱりね手抜きの天才なんですね。えっと ドラゴンボール見たことがある人は分かると思うんですが天下一武道館に後ろの方に実は彼はよくバリ島に行っててバリ島と思わしき石像が後ろにあるんですよ。でこれを最初鳥山さんが書いて次アシスタントの人がずっと書いてたんだけど原稿が遅れた時にアシスタントの人が「うーんこれ毎回書くの面倒くさいですね」って言ったら鳥山さんが何て言ったかって「あ分かったじゃあ壊そう」で天下一武道館で悟空がぶつかって壊れてもあと書かなくていいってい ことになったりあとスーパーサイヤ人という発想が出てきたのも、えー、鳥山さんはあの髪を黒く塗るこのベタがでこれをバツっ書く,書くとアシスタントが塗らなきゃいけないでその時もアシスタントが忙しくてこ「これ髪の毎回悟空のとんがった頭を塗るのは面倒くさいですね」って言ったら「ああそうだね」って「それスーパーサイヤ人っていうのを考えようって「そうすると髪が白いから塗らなくていい」って。 それはやっぱりね彼が漫画っていうものをそんなに知らないから自由に発想することができるで、こういうところはすごくやっぱり大きいんですねであとあのこれはあのじ逆に言うと僕がものすごくびっくりしたのは漫画っていうのは主人公をどれだけ読者に印象づけるかっていうことだから主人公をどういうふうにキャラクターを先に目撃があの ドラゴンボールがなかなか人気出なかったのに悟空をどうするかってことで印象付けるためにどれだけ苦労したかって話をしたと思うんだけれどもえっと彼は悟空をうんと大きくして頭身を変えたい子供ので最初の頃の悟空は大体三頭身ですね頭が1とすると体があと2三頭身ぐらいだったものを八頭身にしたいって言ったそうするとこれは僕が大反対したのはこれはキャラクターを変えることになるから漫画のセオリーに反する。 そしたら彼はこれをやらせてもらえないと「ドラゴンボール」を終えるしかない。でどういうことかって僕は理由を聞いて納得をしたのはいつの間にかさっきのピッコロが出てきた戦うところから「ドラゴンボール」の戦いってのは結構リアルな緊迫した戦いになっていてで鳥山さんはそれを表現するのに人体解剖図とかいろんなものを見て筋肉の動きで。 例えば一瞬グッとオーラをためるとき、筋肉がどういうふうに膨れ上がるとかその筋肉の動きで表現をするというところに至っていたそうすると三頭身のキャラクターでは筋肉を描けないで八頭身にすることによって戦いを本当にリアルに映像で見せるってことができるということを聞いた時にああこれはもうしょうがないなとただこれは相当僕が編集者としてはピンチだと思った キャラクターーのの絵がが変変わわるるってことは読者のイメージが変わるからちょっとでもそれが違うと思われた瞬間に人気は一気に落ちると思った。でそれを、えー、少年ジャその後の『少年ジャンプ』発売される日の月曜日の3時に僕はずっと椅子に座って待っていた。なぜ3時かっていうと、えー、小学生が学校が終わって家に帰ってジャンプを読んだりしておそらく苦情の電話があるとしたら3時なんですね。ところが その日電話は一方しかかなならなかったそれは小学生じゃなかった大人のファンで「今週の悟空は下手くそなんだけどこれアシスタントが書いたんでしょうか」って「いやそれは違います」「下手な理由はたった一つ」「初めて彼が八頭身の悟空を書いたから」「子供から何の、えー、文句もなかった」で「人気はさらに上がりました」ということがあってで鳥山さんっていうのはやっぱりそういう意味では本当にいつも どうやったら自分が面白いと思う気持ちを読者に伝えられるかそのためにはこうしなきゃいけないとかなくてアイデアがあったらいつもそれをすぐ実行に移すでこの辺がそれまでの漫画家と全然違うところそれまでの漫画家ってものすごく狙えてこう一生懸命こう書いてねあのカリカリやるっていうのが漫画家だと思ってたところは彼はものすごくやっぱりいい意味で大雑把ね本当にいい加減でで あの漫画を書いて書いた原稿は自分の原稿にも,もう興味ないからそれのところにも、えー、原稿が彫ってあるってであの僕非常に慌てたのは鳥山さんの画集を出すときに彼が「ドラゴンボール」のスケッチをキャラクターのスケッチをしたあのものを画集に載せたいって言ったら彼が「ああその辺にあのスケッチブックがあるはずですけど」って見たら。 びっくりしたのはそのはそスケッッチブック鳥山さんがかキャラクターを描いた絵の上に子どもたちが落書きをしているってだか彼からすると自分が描いたスケッチブックは何の価値もなくて子どもがに落書きをしていいよってあげたものがそうだったっそれで、ね、慌てて他にいくつか残ってたスケッチブックを急遽編集部に引き上げてようやく無事合集が出たっていう、ね、それだけやっぱり彼っていうのは不思議な人です。これはま、えー、まず仕事の話をしますと えー、バンダイっていうメーカーがなかなか売り上げが上がらないんで、えー、ドラゴンボールにずっと協力してもらってるんでバンダイにお金を儲けてもらうためにどうしたらいいかって僕は考えました、えー、そしたらバンダイの現場の担当者が「ドラゴンボール」のアニメを新しく作ってテレビにかけられないかって言ったんで。 で鳥山さんはやっぱり新しい話を「ドラゴンボール」について書くのは嫌だって言ってたんでどうしたらいいかってことでディスカッションをして一つの結論に達したんですねどういうことかっていうと実は「ドラゴンボール」は大人気でテレビの放送が始まって連載に追いついちゃったそうするとテレビは漫画を追い越すわけにいかないんで1ページとか2ページの シーンを30分に伸ばすっていうことによってアニメを伸ばすしかなかった。ということは、えー、30分のアニメの中に漫画のエピソードが入ってるんだけどそれはた例えば5分とか10分ぐらいだったりして20分ぐらいは違うエピソードをいらなきゃいけない。そういうことによってドラゴンボールはある部分水増しをして放送していた。であのー 僕もやっぱり何回か見てたけど改めてドラゴンボールの DVD を出す時に過去の作品を見たらやっぱりその分だけテンポが悪いわけですねでその時のことを自分の思い出してそうだ水増しした部分を全部カットしちゃった漫画のままにフィルムをつないでやったらどうなるかそして見たらものすごくテンポいいわけですねでまけに えとフィルムもゴミを洗って、えー、リファインすると今の画像に比べて落ちるけれどもきれいになるし何よりも音が全然違うと、あのー、後ろの効果音とか声優さんの声とかがもっとクリアに入るようになったでそれをやろうということで始めたらものすごくやっぱ反響が良くてでその時始めた「ダイの、えー、カードゲームも大ヒットして。 うまくいったこれが「ドラゴンボール」回がなぜ始まって「ドラゴンボール」回とはどういうことなのかということの説明になります。